こんばんにゃ、まつりちばのみかにゃんこでーす。さっきの続きになるんですが、よいしょ。みかにゃんこプレゼンツ、猫でもわかるアバター 3.0 番外編、猫はぬかでもゆうちゃん編ね。今回はね、とりあえずアップデートしてみようまでは終わったので、次はね、実際にこのアバター 3.0、アコーさんがセットアップしてくださってる分が、どういうものになってるのかっていうのを見ていこうと思います。ということで、もう早速ね、先ほどのユニティの画面の続きなんですけど、これ前回のね、動画の続きですね。もう全く続くのままなので、この状態で、じゃあゆうちゃんがね、いろんな機能がどういうふうに実装されてるのかっていうのを見ていきましょうかね。これゆうちゃんクリックしますと、ここね、右側にインスペクターっていうのが出てくるんですね。これ。で、このインスペクターの中にいろんな情報が入ってますので、見ていただければと思います。ね、今回ゆうちゃんクリックすると、ここにね、VRC アバターディスクリプターっていうのが出てきます。で、ビューポジションっていうのはね、前からあるんですが、これ、エディットっていうのを押すと、目の位置がね、あれ？なんかずれてないでしょ、これ。ずれてますね。なんだこれ。あれかな？出る位置が違うのかな？あ、1.1 入ってるね。こういうのあるんでね、気をつけてくださいね。ここでエディットってすると、こう、目の位置がね。基本的にビューポイントっていうのは、まあ、だいたいこの辺ですね。イメージとしては、ちょっと見込んじゃうね。イメージとしては、目と目の間。目と目の間。で、鼻の線のところに、鼻のところに半分めり込むぐらいの位置ですね。に置いてあげると、まあ、いい感じの見え方になって、大体この丸いポイントが、プレイヤーとして入るあなたの目線になります。で、そしたら次に説明ですが、アバター 3.0 っていうのはね、この前までの私の方で説明した、猫でもわかるアバター 3.0 の1から4回目の動画で、まあ、大体説明はしたんですが、ベースレイヤー、アディティブレイヤー、ジェスチャーレイヤー、アクションレイヤー、そして FX レイヤー。この5つで構成されてまして、で、基本的に、ゆうちゃんの場合は、ジェスチャーレイヤーと FX レイヤーで、動きが構成されています。じゃあ、早速ね、どっちから見ていこうかな。ジェスチャーレイヤーから見ましょうかね。ジェスチャーレイヤー。はい。ここでダブルクリックするとジェスチャーレイヤーが開くんですが、ね、実はね、レフトハンド、ライトハンドと、耳ピロ、テイルって感じになってます。これそれぞれちょっとね、解説してみようかと思います。で、これまでのね、お話を、動画を見てくださった方は、もしかしたらもう覚えてらっしゃるかもしれないんですが、ジェスチャーレイヤーの方は、体とかの動きがあるものの表現に使います。なんで、表情の変化とか、物の出し入れっていうのは FX レイヤーでやるってことでしたよね。で、今回はジェスチャーレイヤーから見るのは、手の動きとかを設定してるところを先に見れたからってことです。まあね、これはね、もうデフォルトの、VR チャットの運営さんが作ったものとほぼ同じ形なんですが、ちょっとね、このね、エントリートランジションがあって、アイドルトランジションがあって、こう、状態線ですね。あ、トランジション、ステートですね。アイドルステートがあって、エニーステートがあって、ここはトランジションで移動できるようになっているんですが、ここに、ね、フィストとかに、実はこのね、VRC アニメータートラッキングコントロールっていうものが入ってまして、これが和光さんのこだわりというか、結構ね、最近こだわって作られてるモデラーさん皆さんやってるんですけど、この、アニメータートラッキングコントロールっていうので、モデルの、ま、なんていうのかな、ビシッと表現するというか、綺麗な、思い通りの表現を再現することができるようになっています。どういうことかちょっと説明していきますね。まず、フィストっていうのは、まあ、グーですよね。グー、握り拳を作った時に、取
トラッキングにレフトフィンガーだから左手の指ですね、今左手のフィストを見てるんですけど、左手の指がトラッキングにチェックが入ってます。これどういうことかというと、グーが握った状態で指を伸ばすとトラッキングに合わせて指が動きますと、自由に動きますよっていう状態なんですね。じゃあ逆にオープンを使うとハンドオープンなんですけど、今度はこっちがアニメーションにチェックが入ってますね。これどういうことかと言いますと、VR チャット の, あのプログラムが、例えばバルブインデックスなんですけど、手のひらをちょっと広げましたと。そしたらバッシリ広げてない状態でも、あ、このプレイヤーさん、今プレイしてる人が、ハンドオープンにしようとしてるなっていうのを認識したら、もうハンドオープンの手の形にピシッと決めます。見るかな？これをしたら、どうかな？でね、あ、これちょっと一個ね、大事なことなんです。このおじさんがね、出るんですけど、おじさん何言ってるかちょっとよくわかんないんで、ここにゆうちゃんのね、ヒエラルキーにゆうちゃんのトラックドロップしてあげると、このゆうちゃんになるんですね。でね、ハンドオープンですから。これ、魔法様はね、秒数が設定されているんで、こんな感じですね。ちょっと難しいですけど、この、パーの形がすごい綺麗に出るっていうことだけは覚えていただければ。他にもね、フィストがトラッキング優先で、ハンドオープンが、アニメーション優先。で、フィンガーポイントは、トラッキング優先で、ピースはアニメーション優先。なんで、手をパーにするときと、ピースですよね。私ビクトリーだったら、何？写真でピースとポーズですね。あのポーズにすると、バシッと決まるけど、自分の指の手とは違うような、綺麗なピースになりますって感じですね。で、ロックンロールはトラッキング、ハンドガンもトラッキング、で、サムズアップがアニメーションって感じになってます。で、注意点なんですが、このアニメーションにチェックが入ってる状態で、表情固定をするっていうタイミングが、場合が結構あります。その場合に、表情固定しちゃうと、ですね、アニメーションで固定しちゃった、手っていうのは動きません。なんで、サムズアップとかピースで表情固定しちゃうと、もう手がピースの形から動かなくなります。なんで、ちょっと使ってみて、あ、やっぱりこれちょっと嫌だなっていう人は、ここにチェック外してあげるとね、もうそれだけでトラッキング外れ、この種類がそもそも走らなくなるので、それチェック外してあげるだけでもいいので、まあ別にこれ消す必要はないのでね、消すこともできるんですけど、リミングで。まあ、そこまでしなくてもいいかなって感じなので、まあ、もしいらないなと思ったらチェック外してみてあげてください。で、ライトハンドも一緒ですね。ライトハンドも同じように入ってます。では次、耳ピロを見ていきましょうかね。これね、まあ、和光さんのこだわりの一部なんですけども、ハンドオープンをしているときは、ついにね、ゆうちゃんの尻尾がフリフリ振られます。めちゃめちゃ可愛いです。めちゃめちゃ可愛いので、ぜひ。で、どういう動きをするかというと、エントリーからとにかく入ります。で、まあ、これは前、授業でお話ししたと思うんですが、エントリーから入って、とにかくアイドルに行きますね。で、アイドルに行ったら、とにかく、エニーステートに行きます。で、アイドルにはアニメーションが設定されてるんですが、このアニメーション、アニメーションエンプティと言いまして、これね、何も入ってないんですね。何も設定されてないアニメーションなんで、何も起こらないです。アニメーションエンプティに何も起こらない。で、これね、状態遷移があるんですが、まあね、ジェスチャーレフトっていうのが左手の形ですね。がフィストだったらハンドオープンだったらって感じでこうなってるんですが、ハンドオープンの時だけ耳ピロ、耳ピコか、耳ピコが動くようになってます。他はね、エンプティが入ってますね。はい、ビクトリーなんか違うの入ってるな、なんだこれ。ビクトリー。ビクトリーが入ってるんだ。まあ、そんな感じですね。で、
ミミピコ R の方は、あの右手のトラッキングを見て、ジェスチャーライトですね。ライトのトラッキングを見て、ミミピコが動くようになってます。で、これね、あの実際試してもらわないと、いまいちわかんない、イメージわかんないかもしれないんですけど、右手でハンドオープンをすると、右の耳が垂れます。あ、上がる、上が、持ち上がるのかな。じゃ垂れるんだな。右手をパーにしたら、右の耳がピターってなって、左手をパーにすると、左耳がピターってなります。で、次最後、テールですね。尻尾の処理なんですが、これエントリーから入って、とにかくアニメーションテールアイドル。アイドルになってるな。アイドルに入ります。で、このアニメーションが何をしているかと言いますと、これね。まあちょっとこれ見てみたら早いと思うので、こう入れてみるとこんな感じで再生されますね。再生したらね、ゆっくり尻尾動いてる感じですね。見てもらったらわかりますね。ちょっとゆっくり尻尾が動いてます。これがアイドル状態だから、まあ、常に動いてるってことなんですよね、尻尾ね。はい。で、逆に、じゃあ、これでね、あの、ここにね、なんか矢印が、何？三角が3つついてる矢印なんですね。これが一体何なのかっていうのをまず説明しますと、上の方のトランジッションのところにね、2つ並んでます。これ何かと言いますと、プログラミングしたことある人はわかると思うんですが、これ、オア条件ってやつでして、上か下、どちらかの条件が、この下に、コンディションズっていうのがあるんで、これとこれ、どっちかのコンディションズを満たせば、アニメーション、テール、スマイルっていうのに移りますよっていうものなんです。で、今回の場合だと、上がジェスチャーレフトの、ジェスチャーレフトが2ですね。だから、左手がハンドオープンか、右手がハンドオープンか、そのどっちかだと、アニメーションテールスマイルっていうのに移動します。実際どういう動きするのか見てもらいましょうかね。可愛いでしょ、これ。めちゃめちゃ可愛いんでね、ぜひね。再生します。こんな感じです。めっちゃ揺れてますね。もうずっとこんな感じです。もうめちゃめちゃ可愛いんで。可愛いなぁ。そんな感じですね。で、こんな感じでね、なっております。ね、ここでね、あの、ちょっとね、今までちょっと、もうちょっと前に説明しておきたかったんですけど、ライトデフォルトっていうのがあるんですね。こいつは何かっていうのを説明しておきますね。これは、このアニメーションがここにセットされてるんですけど、まあ、このアニメーションですね。このアニメーションでセットされている機種、まあ、この場合はデイビースカートバック2、スカートバック001、スカートバック002ってやつなんですけど、このね、この、これのスカートって書いてあるんですけど、これ実はね、尻尾なんですよね。スカートと尻尾がこう実は一緒になってて、この3つが尻尾を動かす棒になるんですね。なんで、この3つ以外は、あのアバターのデフォルトの値を使用しますよっていうのがライトデフォルトズってことなんです。つまりどういうことかというと、ゆうちゃんはもともとこうするとこんな感じになってるんですよね。これデフォルトなんですけど。なので、この状態でアニメーションを再生した場合、ライトデフォルトズが入ってるので、尻尾だけが動いて、あとは T ポーズでこのまんまみたいな感じになります。そんな感じですね。で、if の出し入れとかも同じで、ライトデフォルトズにすると、あの洋服を消したときに、それ以外はデフォルトのままみたいな感じにしたりできます。これ覚えておくと便利なんでね、ぜひ覚えておいていただければと思います。はい、ということでね、まあジェスチャーレイヤーこのぐらいにしましょうかね。耳が左右自由に動かせるのと、尻尾がハンドオープンでフリフリするっていう機能が実装されています。もうすでに可愛いんですよね、ここで。はい、じゃあ次は FX レイヤーに行きましょう。はい、FX レイヤーです。ね、結構いっぱいあるんですけど、まあこちらはですね、あの、レフトハンド、ライトハンドは当然表情ですね。こ
これはあの 前の動画でも説明したんであんまり詳しくは言わないですけど、まあエントリーからとりあえずアイドルに入ります。でアイドルに入ったらとりあえずエニーステートに行きます。でエニーステートから2種類のこれオア条件ですね。オア条件でジェスチャーレフトがイコールの0だからどのハンドサインでもない場合、もしくはジェスチャーレフトが1フィストかな、フィストでかつジェスチャーレフトウェイトが 0.01 よりも小さいってことは、まあだからほぼほぼ動いてない状態かな。ちょっとこれは、設定がちょっとわからないんですけど、あ、ここが違うんだ。そうですね。キャントランジションというセーフっていうのが、チェックが入ってるのが違いますね。で、これどういうことかっていうと、キャントランジションというセルフっていうのは、ここから、ここにたどり着いたときに、キャントランジション to self っていうチェックが入ってると、もう一回こっちに戻って、こっからこっちに移動、遷移するって、こうずっとぐるぐる、同じところに、行っては戻り、行っては戻りっていうような動きをするようになります。逆にチェックを外すと、こっから一回こっちに行ったら、この条件を満たしてここに移動したわけで、そしたら、一旦ここで立ち止まって、パラメータの変化があるので、ここにもずっと残り続けます。まあ、そんな感じで違いがあるので、基本的にはキャントランジションというセリフは外しておいた方が、予期せぬ動作を防げるかなと思うんですが、まあ、こだわって作る場合はね、ここは入れる時もあるので、時と場合を選んでって感じですね。で、まあ、こんな感じで、それぞれパラメータが入ってますね。はい。まあ、で、これは表情のやつなんで、まあいいですね。で、このゆうちゃんはデフォルトでは表情の設定がライトハンドとレフトハンドで違います。うん。なので、表情を混ぜたりとか、そういうこともできるので、なんか思いがけず面白い表情ができたりとか、めちゃめちゃ可愛い表情ができたりするので、いろいろ試してもらえばなと思います。で、次、オートブリンクですね。オートブリンクってのは、まばたきなんですけど、エンターから入りまして、で、アニメーションオートブリンクに入りますね。こうアニメーションオートブリンクって何をしてるかというと、これ、まばたきをするアニメーションなんです。で、まあ、実際見てもらいましょうかね。これ見えるんですが、再生すると、まあ、ゆっくり動くアニメーションで、パチッ。パチッパチパチッね、かわいいこんな感じでまばたきをしてます。で、とりあえず通常時は常にこのまばたきがループで動いているような状態になるんですが、この状態遷移がありまして、これもオア条件ですね。ジェスチャーライトウェイトが 0.0、グレーターっていうのが以上ですね。0.01 より大きいときなので、右手の表情の入力が、ちょっとでもあれば、こっちに移りますよ。アニメーションブリンクキャンセルに移りますよって感じです。なんで、要は、表情を何も表現してないときは、まばたきを自動でやって、もし表情を出そうとしたら、まばたきを止めるというような感じになります。まあ、理にかなってますよね。まばたきが表情と一緒に出ちゃうと、ブレンドされちゃって、おかしなまばたきになっちゃったりとか、目がこう潰れちゃったりするので、まばたきは表情を出すときは止めるのがいいと思われるので、それはいいと思います。でね、0.01 ってなんで 0.01 なのかというと、これ VR チャットの、ユニティかな、ユニティの、状態遷移の条件の中で、0の次に大きいのが 0.01 なんですね。まあ、小数点第2までしか持ってないので、0.01 が1、0の次に小さい数字ってことになります。
で次こっちはライトウェイトが 0.01 以上なんで、これも同じですね。左手で表情紙を作ろうとしたらアニメで瞬きを止めます。でもしくはお休みの場合は止めますよ。こうお休みっていうのは後で出てくるんですけど、あのゆうちゃんの画面をつぶってすやーってすやーってするような顔になりますね。でこっちに映るとアニメーションブリンクキャンセルっていうのが走りまして、これはね何をしてるかっていうと、ちょっと、まあ、スキミングシュレンダラーを1個だけ、もう0秒のところに1個だけあるんですが、オプションのオートブリンクキャンセル、オートブリンクを0にしてるだけなんですね。そうすることによって瞬きしなくなるっていうことになります。で逆にね、この戻る条件がありまして、こっちは and 条件って言って、これかつこれかつこれ、この3つを満たしてるときに、瞬きをする状態に戻りますよってことなんですね。なので、まあ、実際説明すると、だからジェスチャーレフトウェイト、ライトウェイトだから、右手と左手の、まあ、手を、こう、手の表現をしてる度合いが、もうほぼほぼゼロ。もう完全にゼロになったと、なっている状態で、かつ、もし、お休みモードにもなっていない状態の場合は、まばたきを開始、もう一回再開しますよって感じです。じゃ次に、物の出し入れについて見てみましょうかね。これはね、上着の脱ぎ着のアニメーションですね。エントリーから入って、とにかくアニメーションエンプティに行きます。アニメーションエンプティは本当に何も入ってないアニメーションで、なんで何も起こらない。もしくはデフォルトの状態に戻ります。で、ここからとにかくアニメーションステートに移動、エニーステートに移動して、で、この状態ですね、上着が0の場合。で、この上着っていうのは、まあ皆さんご存知の通り、パラメーターですね。パラメーターに上着とか靴とかあるので、ここを見てます。で、上着が0の場合は、何もしない。で、上着を着た状態になりますね。で、これ上着が1の場合は、これ、下のアニメーション見てもらったら分かるんですけど、上着脱いでますね。これどういう感じなのかっていうとですね、これに、このアニメーション再生してるんですが、これはね、よいしょ。こんな感じですね。何をしてるかというと、スキンドミッション、あ、これマテリアルの切り替えですね。ゆうちゃんってね、この、何?この上着脱いだ下のここにね、木々が入ってるんですよ。表現力を増すために。で、その影を消すために、マテリアルを切り替えしてます。で、あと体の、肘補足っていうシェイプキーが自動で、100で入ってて、デフォルトは。この上着の干渉防止になるんですけど、腕がキュッとなってます。見てもらったらわかるかな?これね、上着消しますね。よいしょ。上着を消すと、上着どれだ?これか。上着を消すと、こんな感じね。わかりますかね?わかりますよね?キュッてなってるんですよ。これ、肘曲げた時とかに腕が上着から、飛び出さないように、こんな感じの処理がしてあります。はい。ただね、この辺も制御できるので非常に便利ですね。で、なんでね、このアニメーションはただ上着をオンオフしてるだけではなくて、上着を消すついでに、その肘を太くして、で、スカートとかの見え方、要は影の表現の仕方とかをマテリアルを切り替えることによって変えて、この上着っていうゲームを、そのイスアクティブが0になってることで、非表示になります。ということですね。で、靴も同じなんですね。こう、同じような構成になってて、ここで靴オフが、本当にね、もう、体の、シュレンダラー、だから、あれだね、影のやつだな。体のやつか。シューズだから、そうだな、そうですね。見た目が変わるのと、これ何が変わってるのかちょっとわかんないんですけど、あとは靴が脱げます。靴
下脱いでるのかね、多分そうだと思います。靴下脱いだり、靴を消したりって感じの動きをしてます。でお休みモードですね。エントリーから入ってアニメーションエンプティに入って、まあこれアニメーションエンプティは、まあ、先ほどと同じで何もないアニメーションです。で、ここでトランジション遷移が、あ、お休みが1が入った。これ見てくれたら分かるんですが、すやーすやーって感じです。すやーずっとこの表情です。うん、まあ口とか動くんでね、あれなんですけど、まあ、なんでお休みっていうのがあるかというと、まあ和光さんのこだわりの一つではあるんですけど、これは VTR でお休みするときとかにね、VR でお休みするときとかに、結構やっぱお休みするとね、すやーってね、意識を手放した後は、こう、コントローラーがこう、制御できないので、なんか、意外ととんでもない表情しちゃってる。そういうことがありますよね。まあまあまあ、ありますよねって言われても分かんない人もいるかもしれないんですけども、そういうこともあるんですね。で、このお休みモードにしておくと、そういった事故が防げます。ずっとこの表情してくれます。どんなコントローラーに変えてもね。なんで、すごいいいですねって思いました、私も。で、このいいお休みに、このお休みの表情が入ってます。入ってる、多分これ。うん、そうだよね。目が、すごい瞬きしてる。うん、つぶります、これは。目を。で、これでお休みが0になったら戻ってきます。そんな感じですね。で、スカート短くっていうのが、ゆうちゃんのね、スカートを短くすることができます。ね、アニメーションエンプティから、まあ、スカート短くの、ね、パラメーターが 0.01。これなんで 0.01 グレーターになってるかっていうと、パラメータがフロートなんですね、これ。スカート短くがフロートなので、0以上じゃなくて 0.01 グレーターで表現してあります。でですね、要はスカート短くが0ではない値になったら、スカートを短くする筋が動き出します。スカート短くの方に設定されてるアニメーションはこれでして、これどういう内容かっていうと、これね、スカート短くっていうブレンドシェイプがスカートに仕込まれてるんですけど、これね、こう、右側にスライドさせると、0.1 までで100、0から100っていう風になってます。どういうことかというと、ね、皆さん、まだ見たことないかもしれないですけど、新しい VR チャットのサバター3.0のメニューで、なんかね、0から 100% までぐりぐり回せるメニューがあるんですね。それの 0% が0秒のところになります。そして、ぐーっと上げていって、0.1 が 100% になります。なんで、そこの間で、調整してもらうような感じになるんですね。で、ここなんですけど、例えばちょっとやってみましょうかね。これスカートが短くなる様子をちょっとタイム時間を遅くして再生してみましょう。わかるかな？わかりますよね。うん。スカートがこう短くなったり長くなったりみたいな感じでできます。これ面白いよね、これね。面白いんですよ。うん。ね。で、もしこれが、このスカート短くが 0.01 より小さいだから、要は0ですね。0.01 か0。ほぼ0だったら、まあ、この機能を止めますよ、という感じになります。で、同様にヘアフトーカーっていうのがあって、これはね、1-0で制御してるんですね。0だったら、普通の表示。1だったら、この前髪、ゆうちゃんの前髪の、ひまわりより右。で、この跳ねてる前髪のあたりまでを透明に表現するか、全く透明にさせない表現にするかっていうのを選ぶことができます。基本デフォルトは確か透明だったと思います。で、最後に AFK ですね。これ AFK っていうのはトグルスイッチになってて、これね、ちょっとね、こずれちゃってるんですけど、まあ、椅子に座って、いやーってしてるようなアニメーションになります。これ、最初できたっけ？
ダメかな、ダメですね、これ見れないですね、うん、なのでこんな感じで、まあだからデフォルトで準備されてるのはまばたきの機能と、上着と靴のオンオフ、あとお休みモードですね、目をつぶってスヤーってしたまま、どんな表情も変わらない。でスカートを長くしたり、短くしたりすることができる機能ですね。で、髪の毛を、等価するか不等価するかを選べる機能で、あと AFK に切り替える機能ですね。で、ちょっと注意なんですけど、ゆうちゃんね、デフォルトでは、ヘッドセットを外した時の AFK モードがこれになってないです。なので、もしそれをしたいなって人は、アクションメニューをいじる必要が出てきます。まあね、アクションメニューね、なんか とんでもないような見え方しますよね。結構みんなびっくりするんですけど、初めての人に見せるとわーってなるんですけど、取れることはありません。大丈夫です、ここだけです。見るのはここだけです。ここから入ってエントリーから入ってね、ここで判定をしてるんですが、これね、 Wait for action は AFK ってことで、アクションを何かするか、AFK モードになった時に状態遷移するような感じになって、これ AFK になってこっちに状態遷移するんですね。で、ここでどう設定してあげればいいかというと、このプロキシ AFK のところに、これね、このプロキシ AFK って何かというと、これ皆さんご存知の通りなんですけど、これね、これありますかね、これこのアニメーションがプロキシ AFK なんですね。で、なんかやっぱり可愛い方がいいじゃないですかね。ということで、まあね、どうしてあげればいいかというと、ゆうちゃんのアクションフォルダーの中に、ゆうアクションっていうのがあって、これね、これが、ゆうちゃんの、AFK アニメーションの、これ、机と椅子に座ってる状態なんですけども、これをね、これ左下見たら分かるんですけど、これね、机と椅子を表示した上で、椅子を出す。座っているはずなんだけど、どこかな。机と椅子を表示するアニメーションがどこにあるのか分かんないですよね。どこかな。まあ、いいか。多分、複合デオ圏で多分やってると思って、アクションかな、アクションいる。ん？あ、アクションか、これ。なので、このアニメーションをね、セットしてあげると良いです。こうですね。ここにプロキシアクション U。と、この3つです。でね、ここもね、実はね、ちょっとコツが、理解のコツがありまして、これね、また先ほどと同じ、VRC アニメーダートラッキングコントロールっていうのが、あとね、その上にね、レイヤーのコントロールもあるんですけど、ここはね、考え始めると結構ね、頭ごっちゃになるので忘れてください。まず最初 AFK に入ったら、まず体の動きが全て奪われます。まあ、そう言われるとちょっと怖いですけど、体の動きは全てアニメーションに切り替えます。で、AFK のアニメーションを再生して、そのまま状態遷移して、で、今度は、もし AFK じゃなくなったら、パルスっていうのはなくなったらっていう判定なんですけど、なくなったら、アニメーションを解除して、すぐで体の制御をトラッキングに戻して、体が動く状態にしてエグジットに移動しますっていう感じになります。うん、ということですね。なんで要は AFK の時は体の自由を効かないようにして、戻ってきて AFK を解除したら体の自由が効くようにするようになるっていうのは結構面白いですよね。そう考えると。よく考えられてると思います。さすが VR チャット運営さんですね。で、以上になりまして、結論から言いますと、本当にね、
アバター3は自由度が高くて、なんだろうな、モデラーさんが、その、モデラーさんというか、その、アバターさんっていうんじゃなくて改変する場合に、自分が頭の中で思い描いたものを、こういうふうに実装すればできるんじゃないかっていうふうに考えて実装することができる。で、意外にそのイメージ上に動かせることができるっていうのがアバター 3.0 ってことですね。結構思い通りの動き、思った通りの動きを実装することができます。で、またその、今までのアニメーションオーバーライドと違って、公式が、サポートしている、完全な、アニメーションによる、ものなので、制御なので、わからない時でも、結構聞きやすかったりとか、っていうところもあるのでね。次にちょっとゆうちゃんの可愛さをね、ちょっとね、見ていきましょうかね。可愛いよね。やっぱね、パッキーが見えてるの。ねえ、この尻尾ずるいな。この尻尾ね、この私ね、このね、スカートを尻尾が持ち上げるってやつがね、ちょっとずるすぎると思うんですよね。で、これね、ダイナミックボーンを入れていると、こういうことができます。わかりますかね、今、髪の毛入れたの。こんな感じでね、と、ニューちゃんをクリックして、あ、そこで、あれだな、ダイナミックボーンが見にくいな。こうかな。で、ダイナミックボーンのチェックを外して、何個だ、ダイナミックボーンは。これ、ダイナミックボーンはどこですか？あ、これ。はい、はい、はい。ね。で、これでね、こうすると、ニューちゃんが動くんですけど、ここね、髪の毛が入れます。同様に尻尾も入れてるんですけど、尻尾入れてますね。やばいよね、かわいいよね。こんなかわいいに決まってるやんって感じなんですけど、はい。という感じですね。で、ほんとね、衣装がね、なんだろう、まるでアイドル。まるでアイドルですよね。まあ、アイドルだと思っていただいて間違いないと思うんですが、まあ、にゃんこがね、ぜひこんな可愛いアイドルになれたらいいなと思って日々精進していこうと思います。あと、ひまわり好きなんですよね。ひまわり。うん。私、ひまわり超好きなんで、この子ひまわりつけてるんです。なんだろうな。あ、焦点みたいな感じでしたね。うん。という感じで、ちょっとあんまり喋りすぎるとまた長くなっちゃうので、この辺でね、ひとまず説明は終わろうと思います。ね、本当に可愛いので、ぜひ皆さんね、周りのゆうちゃん見かけたらナビに行ってみたりとか、まあ、実際自分でゆうちゃんになってみたりなどするのがいいのかなと思うので、ぜひね、やってみていただければ。ごめんなさい、一個忘れてた。ここにメニューがあるんですけど、これメニューね、これね、これもちょっと説明しましょうね。ごめんなさい、それが忘れ、あった。おやすみと、AFK トグルと、着替えのサブメニューっていうのがあります。で着替えの方は、上着のオフがトグルであって、靴のオフがトグルであって、スカート調整ですね。スカート短くを上下させるのが、ラディアルパペットっていうタイプで実装されてます。これが0から 100% までビリビリ回すタイプですね。でこの場合は、スカート短くのフロートをここにセットしてあげるような感じになって、パラメータは空にしないといけません。で、ヘア不透過もトグルで実装されてますって感じですね。で、パラメータはこんな感じになってますって感じです。はい、以上になりますので、ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあちょっと最後プレゼントしますね。よいしょ、シフト F5。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。これからね、またね、いろいろ動画上げていこうと思ってるんですが、次回は多分、ハッカちゃんかな。赤ちゃんのアバター 3.0 改変動画を上げようと思うので、もしね、よろしければそちらも見ていただければなと思います。ね。で、もし質問とかありましたらコメント欄にでもいいですし、私の DM であったりとか、Discord の方で VR チャット勉強会っていうところにも参加していますので、そちらで聞いていただいても大丈夫です。あと、もしよろしければね、チャンネル登録と、まあ、高評価、あと Twitter のフォロー、ぜひいただければ、すごく嬉しいので、よろしくお願いいたします。以上、メカニャンコがお届けしました。みんなもゆうちゃんになって可愛く楽しく遊びましょう。ではね、バイバーイ。よいしょ。
じゃあねー。